どうも高井です。関心のない本なのに読む気なし、本の選び方。まあほとんどの人がね、これおすすめだよって、例えば私がこれをおすすめだよって言ったところでですよ、いざこれを読んでみたとしましょう。本の内容細かいし読みにくいしつまんないなって思ったら、もういいやって投げ出さない。投げ出してしまうからこそ、おすすめの本を聞くよりかはどんな本を読んだらいいのかってことを自分で考えて、そういう風に聞いた方がいい。私だったら金額によってどう違うのかっていうことを最初考えた。日本の場合1000円、2000円、3000円、これ1000円台の本だけど、まあ1000円、2000円、3000円とね、価格が上がっていくたびに情報量増えていく。これは日本流ね。で、4000円、5000円、6000円となってくると、まあこういう感じの本なんだけど、一つの分野の世界観がわかる。それ以上の金額の本になると、もはや辞典っていう感じで、ただ情報量多くて、内容が多いから、文字の数で圧倒されて疲れて、ああもういいや、っていう風になっていく。これが日本の本。で、洋書の和訳本っていうので、安ければ安いほど、実は情報量多い。だけど、値段が高くなるほど、もう要点を絞って分かりやすく教えてくれてるから、こんだけ細いんだよ。細いんだけど、必要な情報をちゃんと吸収できるようになってるから、実はお得だったりするんだよね。だから絞り込みはうまいんだ。これはね、日本と海外の違いだと思った方がいい。この内容でもしね、ああなるほどなって納得してもらえたら、グッドボタンお願いしますね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。